私らがの入学が昭和14年ですから、その頃はまだもちろん日中戦争は始まってますけども、やっこでそう戦争のをしているというような感じ、これはまあ私ら持ってなかったですね、子供たちはね。ただ出征をしていく兵隊さんを見送ったり、あるいは運悪くなんか戦勝されたということが返ってくる時などは、あ、戦争って大変なんだなと、こういうふうに言って命を落として帰ってくるんだということで、あ、かわいそうだなということは感じたりしておりましたが、戦争の恐ろしさとかなんとかそういったものは全く気にもかけなかったですね。ただね、これが、3年のに上がるときに、昭和16年ですね、これが大きな転機になるんですがね、というのは、昭和16年に、今までの小学校が国民学校に変わるんですよ。これ、まあ、国民学校令っていうのが出ていると思うんですが、それで学習内容が、教科書も変わるし、学習内容にもかなりの大きな変化があったんですね。どういう変化かというと、例えば教科書でもですね、国民科って言ったのかな、科目をね、国民科というものの中に今で言う国語、いわゆる特本にしてましたかね、当時は読む本、それから修身、そういったのが入っていてね、多いって言ってね、ほんでその本の内容、私ら1年の時は咲いた桜が咲いたなんですが、今度はもうそれが進め兵隊進めかなとかね、朝日とかで日の丸赤いとかね、そういうのにだんだん変わってくるんですね。そしてまた3年生あたりになるとちょっと上がっていくとね、国の始まり、神の国、新国日本ですね、こういった話がだんだん出てくるし、今の音楽、当時は唱歌って言ってましたけども、唱歌はもうほとんど軍歌ですね。それともっと大きく変わったのは、これまでの教室内での学習よりもグラウンドに出て、外に出て、運動場に出て、体操をする、行進をする、でだから各クラスごとの体育の時間にもほとんども外で行進の練習をやったり、まあ当時は国民体操って言ったかな、国民体操をしたりね。ほんでね、週に1回ぐらいは全体訓練っていうのがあるんですよ。全校生徒が全部運動場に集まって、校長君は戦争についてのいろんな話もしたりするんですが、訓話を受けて体系を今度は行進の隊列に組み替えて、各クラスごと学年ごと整列して行進をするんですね。転校を取ったりね、そういうような体を鍛える、そして、軍隊式の訓練、これをやるのが多くなってきたと。ほんで、いよいよ戦争17年8年頃になりますと、朝早くね、出航する日を決めておくんですよ。大体
戦争の、16年の12月8日に戦争が、日米との戦争 の、 宣戦布告があるんですね。そうそうそう、真珠湾攻撃の日ですよね。それを要するに宣戦布告を出した大正法対比地でね、毎月8日はですね、学校に朝早くって6時頃まで学校に団体で登校して、6時頃にその校庭に集まって、訓示を受けて、で、行進をして、あとは竹槍訓練、手旗信号などをやって、その後に2時間ぐらい授業を受けて、その日は午前中で切り上げて帰るんです。帰って何をするかというと、出征軍人の家族のところを行って、お手伝いをする。畑に何か手伝うのがあれば手伝いする、あるいはお掃除をしてあげるとかね。それから戦死された方のうち の、 お墓のお掃除に行ったりね、そういうことをやる。要するに慰問作業というのかなと言ってましたね。そういったのをやる。学校での生活というのが、いわゆる軍事教練まではいかないにしても、それに似たような訓練が主になってきて、そして兵隊さん方への慰問文を書いたり、そして慰問作業をしたり、あるいは教室内では、その先ほど言いました軍神に関わる話を聞いたり、軍歌を歌ったり、そういうように、言うなれば、もう軍事教育、これに大きくシフトしていった時期じゃないのかなというふうに思いますね。もう自分の意思に反してるとかなんとかじゃなくて、もうそれが当たり前だというふうに、ならされていましたね。だから教育の力というのは恐ろしいですよ。重々空襲の時はそれ2回午前朝と昼後2回やりましたが、飛行場すぐ前の方の飛行場もかなり、爆弾も落とされましたし、主に今度は海軍飛行場と平野の港ですね、これが集中砲をかけてますね。主に桟橋だとかの船舶、それから飛行場、これが主としてやられて、民間、一般の民間にはさほどの被害はなかったんです。でしばらくそれが途絶えたんですね。で11、12はほとんど来なくなって、もう戦争済んだのかなと思ったりするぐらいでね。ところが年明けて1月になると大変でした。1月2月もだいたい1日おきぐらいに来ていたんじゃないでしょうかね。今日はなんとか生き延びた、明日はどうなるんだろうと、明日は大丈夫かなと、そんな思いだったんですね。毎日が陸だとか、あるいはもう海でもすぐ近くに落ちるのは、日本軍が行って捕虜にするんです。で捕虜にしたらですね、台湾に送るんですね。捕虜になったのは4回ぐらいありますがね。でその全2回は台湾に送ってた。ところが、3回目の時にですね、台湾にも送れなくなって、もう飛行機も飛べない。でもちろん沖縄本島にも送れないですよね、戦争中だから。で向こうでですね、現地の軍で、管理をして、これ不発弾を処理せたというふうに聞いていましたけども、
それで私が一番その衝撃を受けたのは、この捕虜の兵隊をですね、日本軍のトラックに乗っけて、うちの集落こう通るんですよ。まあ私も行ってみたんですが、この初めて見る外人、アメリカ人ですが、びっくりしたのは、よく見たらなんか帽子をかぶってるのかなと思って見たらですね、帽子じゃなくて髪の毛ですね、毛よく、ああアメリカ人の頭というのは黄色なんだと思ってね、我々と全然違うなと思いましたね。